の主人公、小さな恋人たち、アンドレアとジャンはクリスタルの星に願いをかけました。ジャンの一家が遠くへ引っ越すことになり、このクリスマスは二人にとって一緒に過ごせる最後の日だったのです。あの子たち、まるで小さな恋人たちね。遠くに引っ越すのがかわいそうに思えてきたわ。ジャンと会えなくなるのは寂しいだろうな。本当に仲のいい二人は大人から見ていても微笑ましかった。またこうして一緒にクリスマスをお祝いできる日を待っているわ。きっとあのクリスタルの星は二人の宝物になるよ。
就任されたジャン・クロード支配人です。お疲れ様。とっても素敵なショーウィンドウになりそうだ。さらに街行く人の目を楽しませられるようにもう一頑張りしてください。間違いないわ、あの星の日、幼馴染のジャンだわ。でも彼は私に気がつかなかった。仕方ないわ、ずいぶん時が過ぎてしまったもの。でも会えて嬉しいわ。そうだ、このツリーをショーウィンドウに飾っておこう。ジャンが気づいてくれますよ。Thank you.
12時になったらクリスマスが終わってしまう。クリスマスの約束はただの子供の時の夢だったのか。12時になったらクリスマスが終わってしまう。お願い、ジャンに合わせてクリスマスの約束を叶えて。Thank you.
Christmas.